はい、会員コーナーに続々と体験談が寄せられています。おのコーナーでございますよ。そうですよ、はい、もっと実践しないと損ですよ。そうですよ、ね、メールをいただきまして、はい、読ませていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます、大石先生、はい、占い君と占い君、毎日楽しく拝見させていただいています、うん、毎月たくさんの開運法を教えていただきありがとうございます。報告させていただきます、はい、でこの方がね、開運法を実践してみて、うん、こんなことがあったよっていうのをね、いくつか書いてくれたんです。なんか随分たくさんありますよね。はい、まずですね、はい、デジタルオーディオ機器が故障して保証期間が過ぎていたため修理の電話をしたところ、担当者にも1万円近くかかると言われたのに、なぜか支払い請求がなく新品と交換されて帰ってきました。ラッキーラッキー。これどういうことなんですかね。これその支払い請求をまあお忘れになってたんだ。どういうことなのかね。ちょっとこれだけではちょっと分かんないですけど。分かんないですよね。まあでもその担当者がね、うん、その時はそう言ったけども、うん、まあなんかいろいろこうサービスかなんかで変えたとか、まあ考えられるじゃないですか。そうですよね。そのなんかそのうちのメーカーでももうこれ数少ないのにね、こんな大事に扱ってくれたんだっていうのがかもしれないですね。かもしれない。分かんないですけど。他にですね、うん、夫が去年取れなかったアーティストのコンサートチケットが、取れましたと、うん、でこういうのって偶然でしょとかよく言われるんだけど、それを運と呼ぶんであってね。なるほど。そうよ。だから能力の延長線上にないものを運と呼ぶわけだから、うん、当たったとか取れたとかっていうのはもろ運なんですよ、はい、うん、だからこれはもういわゆる開運とかでいいなと思ってますね。はいはい、うん、ですね、はい、続いて、はい、臨時収入がやってきました。これはまあちょっと具体的にね、うん、まあ、形がどういう形か分かんないですけども、はい、まあ、予定外予想外と、うん、ですから、まあこれもある種のまあ運、うん、そうですよね。これはいいですよね。臨時収入ってやっぱ ね、続きまして、はい、おごる予定のお金を返さないギフト券までいただきました。いいですね。これどういうことか、これもね具体的に分かんないんですけれども、うん、まあこれはね、もうちょっと考えると、日頃こういつもこの人がいいことしてるから相手がちゃんと気遣って、ええ、ただでいいよっていうところをお金払ってくれて、しかもそのお礼のね意思まで表してくれましたと、うん、まあ運もあるし日頃こうね、善事をなしてるのかしらと。なるほど。もう思えますけどもね、人間性というかね、はい、はいはい、です。あとですね、はい、夫が会社のビンゴ大会で社長賞5000円を当てました。あ、これでもさっき言ったようにやっぱ当たるとかその能力次第でどうにかなるものではない、偶然なものこそ運ですから、うん、はい、何々当たる系は大体運と考えてもらっていいと思うんですよね、うん、これいいですね。というようなね、お手紙いただきまして、はい、実験大好きなので引き続き実験してみますと。ありがとうございます。会話を試してみると、うん、うん、いや、やっぱりこうやってね、まあ、こっちも紹介してる立場だから、うん、よくなるだろうというふうに予想はしてるんだけれども、具体的にこんなことあったよって言ってもらうと、うん、やっぱり非常にこう心強いというかですね、はい、嬉しい、そう、紹介してよかったなっていうふうに思いますよね。そうですよね、うん、だからこの方ね、そのなんだろう、ご夫婦でね やられてるのか分かんないですけど、その夫がビンゴ大会だったとか、夫がアーティストのコンサートチケットと当たったとか、ね、うん、ご本人さんだけじゃなくて、まあほら紹介してるのが窓開けとか腹買いとか、うん、個人ではなくて家にこう影響するものだから、ああ一緒に、そう、別に買った人だけが得するわけじゃなくって、その一つ屋根の下にいれば、うん、みんな影響受けるはずなのでね。ああ、そうか、そうか、うん、いやでも嬉しいですね。まあとても嬉しいですね。これやっぱりこういうのを紹介してきてよかったなっていうふうに思いますので、ね、皆さんもぜひぜひ回遊してもらいたいと思うんです。はい、コメントとかもねお待ちしておりますけど、うん、あとですね、はい、ちなみになんですけれども、はいはい、この番組の占い君と占い君の番組の作家からもコメントをいただいてるんですよ。またか、はい、先週ね、はい、私に嫌がらせをしたの作家ですね。嫌がらせではないんですよ。選挙ウィークだよ。政党一個ずつ全部流されたんだよ俺。はい、嫌がらせはまあまあウィークですから、そういった時期です。はい、作家さんから、はい、開運法の成果で、うん、港区のタワーマンションに引っ越した結果、何言ったのこいつ。いや、すごいですよね。引っ越した結果、一方向にしか花屋がなくなってしまい、花買いが全然できません。先生、何とかしてくれませんか。知らねえよ、ばっかやろ。何、大体さ、何、花買い効果でタワーマンションに引っ越した。すごい。何これ。いや、すごいじゃないですか、これ、先生のお金です、これ。いや、お金だけど、俺、何もキックバックないと。いや、ないですよ。そういうのは求めちゃダメでしょ。いや、そうなんだよ。だって紹介してる俺が普通に暮らしてるのに、何タワーマンション引っ越したの何これ。い
いやもうねこの作家がね本当すごいねあの解放やってるんで。作家ってそんな儲かんの？まあそれはピンキリですよ、ピンキリ。なんか悪い商品売りさばいてるとかしてないよね。してないですよ、うちの作家さんは大丈夫です。大丈夫ですね、はい。まあということですので、うん、花会以外の会報で頑張ってください。ああなるほどね、そう花会もあれ以外もありますからね。ご心配があるといけませんけど、うん、作家とは仲良くやってます。決して険悪な状態じゃありません。そうですね、一言それはね言っとかないと、なんかね、うんうん、あるんじゃないかってね、勘ぶられちゃいますから。いけませんよ、はい、そんなことありません。はい、本当会話の方ね、コメントお待ちしております。